四号院の表門とフートンフートンツアーの三輪車とは、主に中華人民共和国の首都北京市の球場内を中心に点在する細い路地のこと。元当地時代の名残である。なお、北京語の伝統的な略字、及び中国語の関体字では、フートンと書き、これに習って日本語でも、フートンと書いて済ませることも多い。伝統的家屋建築である、 死亡院が多くこのートンに面し、古き良き北京の面影を忍ばせる。モンゴル語で井戸を意味するザトゥークの音訳が故障の起源とされるが、諸説ある。1267年から現在の北京に建設が始まった元朝の都大との道路建設に関する規定では、幅24歩大概12歩を小町6歩をートンとしている。後に、 明朝三代皇帝永楽三角が南京からこの地に、東を移した、際、大都基礎として、北京城を形成したが、旧地のほとんどの道路は大都からそのまま継承した。しかし、秋代以降道路建設に関する規定はほぼなくなり、不規則な路地が多数出現した。十二代火星三角の時代に、北京城の南側に補強する形で外城の、 建設が始まって以降はさらにその数を増やしていった。新潮の頃には2076、1949年の統計では6000以上存在したとされている。古くからの北京の街並みを止めていることから近年は観光スポットとして内外の観光客から人気を集めている。自転車タクシーでの封筒巡りが新たな観光手段として注目を浴びている。 旧市街の北部や外上部を中心に今でも多くのフートンが残っている。例えば、繁華街ワンフーチンや西端あたりでも一方裏通りに入るとフートンが残されている。そのような地区では共同トイレを持ち回りで清掃する人や台所のない家の住民向けの安価な食事場所であるシャオチーなどが見られ、フートンに住む庶民の生活が垣間見られる。フートンの家の多くは 各住居にトイレを持たず、そのために、封筒ごとに共同管理のトイレを設置しているが、不便なことは否めず、近年の中華人民共和国の経済発展や2008年の北京オリンピック開催に伴う、都市整備や再開発で保存地区とされる一部を除き改築や取り壊しが行われている。球場壁内の路地に特有の名称ではあるが、 球場街の路地にもフートンの名のついた路地は多数存在する。球場街の路地は町、巷、町という名が多い。ありがとうございます。